皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。さて今日は高級時計コレクションスタートガイド、その心得10箇条ということでお伝えしていきたいと思います。これ最近よくいただくご質問というかご相談なんですけど、これから初めての高級時計を買おうと思っていますよと、これとこれで悩んでますみたいなコメント結構たくさんいただいてありがたい限りでございます。そういった相談いただけるということ自体もすごく嬉しいんですけれども、新しく時計を購入しようというその時計自体のファンが増えている、時計を楽しもうと思う方が増えているっていうことにすごく喜びを感じております。で、今日はそういった方たち、これから時計を買おうと思っている方、もうすでに1本持っていて2本目3本目を検討されている方、まあ、我々でよく言う1周目みたいな感じだと思うんですけど、そういった皆さんに向けての動画になります。腕時計コレクション、高級時計コレクションを進めていくための心得10箇条お伝えしていきます。すでにコレクション2周目3周目に入っている時計兄貴の皆さん、ぜひ皆様からのアドバイスもコメント欄に残していっていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もぜひ最後まで楽しんでいってください。行ってみましょう。憧れの時計は遥かにと、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速ですけれども、心得1つ目、慌てて買わない。高級時計は高額な買い物です。慎重な検討が必要な買い物なんですよね。まあ、今現状値上がりするペースが早い時代でもあるので、どうしても焦ってしまいがちなんですけれども、慌てて購入することで後で後悔する可能性も高まってしまいます。時間をかけて異なるブランドやモデルを調査して、自分の好みやニーズに最も適したものを見つけることが重要になります。また高級時計、長期的に使用するものです。そのためご自身の将来的なニーズやライフスタイルの変化、今じゃなくて将来ですね、それも考慮する必要もあります。慌てて購入した時計、数年後に自分のライフスタイルや生活、これに合わなくなる可能性っていうのもあるんですよ。そういった意味でも今だけじゃなくて、近い将来5年後とか10年後とかでいいと思います。例えば30歳なのか35歳なのかって結構変わってきますよね。40歳なのか50歳なのかでも結構変わってくると思います。そういったところなんとなくでいいので想像した上で時計を選ばれるのがいいと思います。そういうことを想像する時間っていうのは、まあ、多少なりとも必要になってきますから、とりあえずAやで慌てて買わないようにだけ気をつけてください。また高級時計、ブランドやデザインだけじゃなくて、そのモデルの誕生背景、背後にあるストーリーや技術にも価値があります。時間をかけてこういった要素を理解して、自分の時計に対する情熱や誇りを高めることが重要です。慌てて購入してしまうと、このような魅力的な要素を見逃してしまうかもしれません。高級時計を購入する際には慌てずに慎重な検討を心がけましょう。時間をかけて吟味し、自分のニーズや好みに適した時計を見つけることが大切です。続いて10箇条2つ目、人と比べない。人と比べずに高級時計を買った方がいい理由は、個々の人の好みや需要が異なるためです。人と比べることで価値を測ることは適切ではなく、自分自身が何を求めているのか、何に価値を見出すのか理解することが重要です。というより、それこそが時計選びの醍醐味なんですよね。自分のことを知れる買い物ってなかなかないと思うんです。人の好みや判断で選ぶのも決して悪いことではありません。むしろ効率的で早く正解にたどり着くっていうのはあると思います。ただ知っておいていただきたいのは、高級時計って非効率を楽しむものだと思うんです。高級時計は単なる時間計測器以上の意味を持ちます。所有者のライフスタイルやパーソナリティを反映するものです。効率化するための道具ではないんですよね。だからそれを選ぶ時も非効率な方が楽しい。人の好みや評判を詰め込みすぎてしまうと、自分自身の個性や好みが曇り、本来の満足感を得ることが難しくなります。自分自身の好みや価値観に従って選ぶことで、より満足度の高い購入体験を楽しんでください。続いて3つ目、実用スペックは大事。時計の扱いに慣れていないうちは、丈夫で扱いやすい時計を選ぶことも大事です。その際見ておいた方がいいカタログスペックは3つ、精度、防水性能、耐磁性能です。電池で動くクォーツ式と比べるとはるかに精度が劣る機械式時計ですが、それでも現在販売されているものは1日に数秒程度しか狂いません。ただ中にはもっと大きく狂うものもあり、チリツモで1週間くらい経つと1分程度進んでいたり遅れていたりというものもあります。正確な時間はスマホで見れるから必要ないという方も、実際1分ずれてると気になってくると思うんですよ。私もそうでした。まあ気にならないよねって思っていたんですけど、実際1分ずれてくるとさすがに直しますね。
その度にリューズを回して合わせる、まあまあ面倒です。何本も持っていて使い回す場合はほとんど止まってる状態からスタートになると思うので、あまり気にならなくなってくるかとは思うんですが、最初の1本2本でヘビロテという場合は精度は気にすることをお勧めします。私のおすすめは1日のズレがプラマイ5秒以内です。また耐久性も重要です。高級時計は長時間使い続けるものなので、丈夫で壊れにくい仕組みや素材を選ぶことで長い間ストレスなく愛用することができます。防水性、耐磁性などの機能が分かりやすい指標になります。初めての時計であれば防水性能は5気圧以上、耐磁性能は JIS 第1種、磁界発生源から5センチまで近づけても性能を維持できる、その程度のものかそれ以上のものがおすすめです。これらの要素が備わった時計は日常の様々な状況において信頼できるパートナーとなり、満足度が高まります。続いて4つ目、実物は絶対に見るべし。高級時計を購入する際には必ず実物を見てから購入することが重要です。実物を見ることで自分の理想により近い時計を選ぶことができます。高級時計は高価な買い物であり、購入後の後悔を避けるためにも実物を確認することが重要です。実物を見ることでデザインや質感、仕上げの細部までゆっくりと確認することができます。時計は立体物なので、写真やオンラインでの情報だけでは実際の印象や質感、重量感など正確に把握することはできません。手に取って試着することで自分の手首や服装との相性を確認することもできます。また実物を見る利点は、時計の動きや機能、操作性などを実際に試すことができるというのもあります。リューズを引いて時刻の調整をしてみたり、クロノグラフなどは実際に計測リセットまで試させてもらうなど、車でいうところの試乗、これは必ず行ってください。その際操作方法がわからなければ遠慮なくお店のスタッフの方に聞きましょう。それから時計を触るときは万が一のことを考えてトレーの上で、アクセサリーと時計に傷がつく恐れのあるものは外してから触らせてもらいましょう。ただ実物を絶対見なきゃいけないかというと、これは後々そうではなくなってきます。複数本所有して上級者になった場合はこの限りではないんです。たくさん見て買って着用してという経験値があれば、実物を見ずともある程度の想像の上で購入まで踏み切ることができるようになってきます。そういった経験値を踏むという意味でも実物の確認必ず行っていきましょう。続いて5つ目です。たくさん見比べろ。実物を見る際、たくさんの候補を見比べてから決めることも重要です。様々なブランドやモデルを比較することで価格や性能、デザインのバリエーションを把握し、より良い選択をすることができるようになります。それぞれの違いを学べるとともに、自分の好みについて深く知るきっかけにもなりますから、結果より自分の好みに合った時計と出会える確率が上がります。そして比べる際ですね、他のユーザーがどう感じたのか、レビューや意見を参考にすることもおすすめです。先ほどはあまり人の意見鵜呑みにしちゃダメだよというふうにお伝えしたんですけれども、購入前の不安や疑問を解消するために利用するのは丸だと思います。とはいえ、そんなに見たら迷子になっちゃうよっていう声も聞こえてきそうなんですが、迷子になるのもありなんですよね。迷子楽しいじゃないですか。迷子になりながら一旦候補を広げまくってしまうのもおすすめです。8本とか10本とか、それからもう一周見比べてみて徐々に候補を絞っていければいいと思います。実際そんな感じで検討を進めていると、突然候補外からビビッとくる時計が現れたりもするものです。そういった時計、迷子になりながらもこれぞという一本を探している状態だからこそ出会えるものなんです。何度も言いますが、高級時計は長い間愛用するものであり、慎重な選択をすることがとても重要です。そして選ぶ過程を楽しむことはもっと重要。たくさんの候補を見比べ、理想的な時計との出会いを貪欲に求めてください。続いて6つ目、つけ心地は2本目から。実物を見ろ、そして比べろという話題の補足です。購入前に販売店で実際に着用し、動作やフィット感を確認することは重要です。慌てて購入すると後で不具合やフィット感の問題に気づく可能性がありますが、つけ心地、着用感、これ1本目の購入時はあまり気にしなくていいっていうこともお伝えしておきます。これは単純に正解がわからないからですね。1本目で自分にとっての理想の着用感知ってる人まずいません。それとよほどじゃない限り、その時計の着用感、つけた時の感触っていうのは相当分かりやすく悪いとかじゃなければ、つけてるうちに慣れてしまいます。なので着用感、1本目は自分にとっての着用感の基準を作るものとして、あまり重く考えることなく選ぶ方がいいかもしれません。1本目の場合、着用感より大事なのはデザインやスペック、ブランドの知名度やモデル誕生のストーリーなど、自分がドキドキできるポイントです。そっちを大事にして、着用感の正解は2本目以降で見つけていくっていうのがよろしいかと思います。続いて7つ目です。維持費は気にした方がベターだが絶対ではない。
時計の購入時、資金面で気にした方がいいことには、時計の値段だけでなく定期メンテナンスや修理等にかかる費用もあります。時計を維持するための費用は、時計のブランドやモデル、機能、メンテナンスの頻度によって異なりますが、ざっくり機械式の場合は3年から5年に一度、数万円単位のメンテナンス費用が必要になることを覚えておきましょう。とはいえ、維持費を考慮することは賢明ですが、最初のうちは必ずしも絶対でないっていうこともお伝えしておきます。なぜなら、維持費を気にしすぎた状態で時計を選んでしまうと判断の目が狂ってしまうからです。維持費は時計を購入する際の重要な要素の一つですが、それだけで時計の価値を判断するのは適切ではありません。またコレクションの初期に購入した時計を持ち続けられている人っていうのは結構までです。最初に正解中の正解変える人は少ないんですよ。多くの場合、数年内に手放し、より自分に合ったものを買い直す、それが普通だと思っておいてください。そういった意味でも最初はあまり重く捉えすぎず、目をキラキラさせた状態を保つことの方が大事かと思います。続いて8つ目です。無金利ならローンもあり。いざ購入となった際、どう支払うかという迷いもあることでしょう。現金一括派の人もいれば、ポイントがつくカード払いを選ぶ方もいますし、分割払い、ローンを選択する人もいることでしょう。ローンなんて身の丈に合ってない時計を買う手段ではと思われるかもしれませんが、無金利であれば大いにありだと思います。無金利ローンは通常のローンやリボ払いのように金利がかからないため、追加負担なく時計を手に入れることができます。一度に大きな金額を支払う必要もないため、急に預金口座が寂しくなることもなく、他の何か、例えば車検であったり家のリフォームであったり、そういった大きな支払いに耐える資金的な体力を温存することができます。有事の際の安心感が残せるっていうのは強い。そして無金利ローンを使用することで、すぐに時計を手に入れることができるというのも今の時代に合っているっていうのもあります。現在高級時計市場では、ほとんどのブランドが年に2回以上の値上げを行っています。どんどん価格が上昇してしまうので、貯金しているうちに値上がり、足りないから追加で貯金しているっていううちにまた値上がりと、そんな状況です。欲しい時計がバチッと決まっている方は特に早めに購入した方がいい時代なんです。様々な世の経済状況で、現在無金利ローンの分割回数を減らしているお店が増えています。無金利ローンというサービス自体やめてしまうお店も出てくるかと思いますので、慌てない程度に急ぐことも大事なのかもしれませんね。続いて9つ目、リセールを気にするのは OK。 高級時計を購入する際、手放す時にいくらになるかを考慮することはいいことだと思います。気にせず買うのが本当の時計好きだというご意見もあるかと思いますが、そのレベルに達するまでには多くの時計を買っては手放しを繰り返す必要があります。時計選びの精度が低いであろう最初のうちは、リセールバリューをある程度考慮し、失敗した時のダメージを減らすことも大事です。万が一時計を手放す必要が生じた際、高いリセールバリューがあれば損失を最小限に抑えることができ、次の時計を買うハードルは下がります。またリセールバリューが高い時計は皆が欲しがっているという証拠でもあるので、品質や価値を示す指標としても分かりやすいんです。もちろんそれだけにとらわれすぎてしまうのはよくありませんが、最初のうちはリセールバリュー丸無視というのもお勧めしません。賢くいきましょう。そしてラスト10個目、ベルト交換は最高のリフレッシュ。たくさん迷って買った時計、もし飽きてしまったら、手放して買い替えるのも手ですが、その前に一度試してみてほしいのはベルトを交換してみることです。腕時計って実はベルト部分の方が面積が広いんですよね。ベルトを交換することはかなり大きなリフレッシュになる。もはや別の時計を買ったくらいのインパクトがあります。ベルトの価格はピンキリで、オーダーメイドならカーフレザーでも3万円以上、アリゲーターやクロコダイルなら5万円以上、既製品の場合はファブリックなら数千円、革製でも1万円程度から販売されています。いずれにしても時計を買う金額と比べたらお安いですよね。価格以上の変化が得られるので、もしお手持ちの時計に飽きてしまった場合は試してみてください。以上、本日は高級時計コレクションスタートガイド心得10箇条ということでお伝えしてきました。今回私が思う10個っていうことで並べさせていただいたんですけれども、きっとこの他にも時計コレクションを進めていく上で大事なことっていうのはたくさんあると思うんです。高級時計コレクションたくさんお持ちの時計兄貴の皆さん、ぜひ皆さんのアドバイスもコメント欄でお待ちしております。そしてこれから高級時計コレクション始めようと思っている皆さん、ぜひ今回の動画を参考に、そしてコメント欄、時計兄貴たちからのアドバイスもぜひ参考に、時計という趣味一緒に楽しんでいきましょう。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。